J リーグのさ、お金事情のやつで、25年ぶりに契約制度改定と。これどういうことかっていうと、ABC 契約の C 契約がお金引き上げられたみたいな。その今まで600万が上限だったのが、えー、1200万プラス支度金っていうのが上限になったみたいな。で、これがさ、そのなんで600万って上限があるんだと。それのせいで海外に若者取られてんじゃないかと。まあみんなが選手だったらね。 J リーグが年俸600万しか出せませんっていうのがさ、海外が君すごい選手とか1億出すよと。そっち行くよねっていう。まあ、久保竹雄さんとか別にそれで選んだとかじゃないけど、まあそうなるじゃん。いろんな選手たちが。で、これおかしいって話なんだけど、なんでもともとこれあったかっていう話なんだけど、なんでこれあったかっていうと、あのー、クラブ自体の格差をなくすというか、それによって戦力差が生まれないようにするため。だから、例えば浦和が1億出せますと、新人に。 で、えー、っと、川崎が、その当時はあれだけどね、川崎が500万しか出せませんだったら、みんな裏は行くじゃん、みたいな。で、弱く、そこの格差が出ちゃうじゃん。っていう、国内の均衡を保つためのやつだったんだけど、今、日本が強くなって、海外のマーケットに狙われるようになって、こういう時代になったから、その国内守るシステムが、国内全部死ぬシステムになったっていう。海外から全部引っ張っていかれちゃうようなシステムになりました。で、それを、吉田前さんとかは、こう喋ってて、継承鳴らしてて、 え今回野々村チェアマンが、まあ、このコメントそのまま読むと、当時は国内でなんとか安定させて作っていくということができたものだろうけど、一定の役割は終わった、みたいな。そう。で、じゃあ上限作んなきゃいいじゃんって話なんだけど、これで上限全くなしにすると、まあ今言ったみたいに、お金あるところが新人取っちゃってっていうなるから、上限はある程度作んないと国内の均衡を保てなかったり、あと、ルール変えるっていうのは、いろんなクラブの協力があってできることだから、いや、ちょっと待ってくださいって人が出てくるから、 海外にはできるだけ取られないようにする。でも国内でもこのマネーゲームで勝ち負けが生まれすぎないようにするっていうちょうどいいバランスのところをいろいろ折衝してこの1200万プラス下金500万ってなったんだろうなだからね、いや、そもそも上限おかしいだろうっていうのはあるんだろうけど上限作んないと崩壊するっていうバランスがあるんだろうなっていうだからその辺の、まあ,あ、ね、組ま、こっち側が組む必要あるニュースなんだろうなと思ったね。 で、こっちよりも僕喋りだったのはこっちなんですよ。プロ契約の基本報酬の加減を新設。今まで加減がなかったんですよ。だから0円でも雇えたら言ったら、J リーガーになりたいでしょっていう。で、これが J1 は480万、J2360 万、J3240 万。つまり月20万は絶対どの選手にも払わなきゃいけないですよ、と。20人を月20万で最低雇ってくださいってなったの。で、これがね、すごく大事だと思って、 数年前まで僕 JD が知り合とか言いますけど、プロ契約の選手以外は、例えばアカデミーのコーチやってもらってそれバイトで出すとか、就職斡旋的なことだったりとか、普通にその子自体がバイトをやりながら JD がやってたわけよ。で、これが、まあ全くなくなったと。で、この、選手会っていうのがあって、それでズームでやったりとか、映像を共有したりとかして、吉田麻也さんがめっちゃ動いてるらしいんだよね。で、こういう風になりますっていうので、選手にも説明あったみたいな。だから、まあ、今、 あの、この条件にしてもクラブが苦しまないようになってるっていうのはこれ野々村チアマンも言ってて、あの、加減設定について。現状この金額を下回ってる強化,し強化費しか使えてないクラブはないと思う。今の J3 のクラブなら大丈夫だろうと。来イキ上がってくるかもしれない JFL のクラブにも話してるし、そこでもほぼ問題ないような金額、選手にとって最低でも守られるものがあるというのを設定できたのは悪い話じゃないと。これ結構すごい、すごいというか必要だったと思うからね。プロって言ってもお金もらえてないでしょうとか、ね。 プロなんだけど、プロっていう肩書きがあるだけでお金ないみたいなのが、まあなくなったから。ただ、これに、これすごい良いことだと思うんだけど、これによって一応出る問題っていうのがあって、その強化戦略みたいなのが各クラブ変わるみたいな言っちゃえば、J3 の選手ですよっていう大義を与えてれば、あの、なんていうの、その名前を渡してればよかった選手がいて、その分の金を外国人を取ってきて、戦力強化に当てたりしてたのが、それできないっていうか、まあみんなにお金払わなきゃいけない。 あとは、その環境面が悪くなるみたい。遠征のバスが悪くなるとか、遠征先のホテルの質下がるとかは考えられるみたい。だそういうので、各クラブはよりそう経営努力をしなきゃいけないし、経営努力しないクラブは淘汰される。だからよく、クラブ数が多すぎるみたいな問題とかじゃん。ちゃんとしてない奴らは、プロのクラブとして名乗れないよっていう、だ選手たちがさ、まあ厳しい環境下でも、 ま、それでやれっていうようになってたのが、ちゃんとクラブもより一層厳しい環境になるかなるけど、あの、選手にもまあ求めてっていうこのバランスっていうのかな。かすごいいい改革だなっていうふうに思いましたね、これ。僕の今調べた情報と僕の判断で言うと。今までだったら普通なら変えないとかなあなあで行くところを、ちゃんと必要なルール変更っていうのをしてるっていう、その一歩目踏み出したこと、何もやらないよりもやった方がいいっていうので、しっかりやってることに素晴らしいっていう話を、 ま、しなきゃいけないと思って、話しました。だから、あの、あれ、宮本さんのあのね、あのー、チャーター機の話もそうだよね。本来だったら1日しか練習できないところを、JFA が、穴だっけいだっけその、ね、ジェット機用意して、2日練習できるようにしたみたいな。それがね、すごくせ、ね、監督からしたら1日と2日じゃ全然違うからね、練習できたりとか、コンディション整えられるの。ああいうふうに、できることから改革してるっていう、 やっぱり、僕、選手、指導するときもそうだけど、大きいメモリで見たら、レベル上がってないけど、小さいメモリで見たら、いいとこいっぱい出てるって言ったら、その小さいメモリちゃんと気づかせるようにしてんのよ、選手に。じゃないと、真面目な選手ほど落ちたりとかするからね。あの、設定してる目標高すぎて、こっちじ,じわ上がってるけど、もう、このメモリで考えてないから、ここまでいけなかったら全部失敗って考えちゃう選手とかもいるから。で言うとね、これはすごくいいと思う。そうで、このね、 契約選手の人数増えたから耐えきれるかどうかで、耐えきれないっていうところは全然出てくると思うんだけど、あれなんだよ。耐えきらない奴らいらないってことだから。で、それはクラブライセンスにも出てるじゃん。そのスタジアムの、あの、収容人数とか。実際にそのぐらい人が来るクラブじゃなくても、その設備用意できないとライセンス発行できないよ、みたいな。そのアカデミー作れないとライセンス発行させないよ、みたいな。そうだから、あの、それは、あれなんですよ。 他のところでもまたもっと調べて話すだろうけど、あの、J リーグ100年構想で歌ってることはたくさんのクラブができて街の発展につながってスポーツが近いものと感じてもらうためみたいなっていう理念というか、そういう、なんていうの、この掲げてるものがあるんだけど、それとクラブライセンス厳しくすることって矛盾してないえ、じゃあみんな無理になるじゃんみたいな。だから実際こうその問題をめちゃくちゃ紐解いていくと、あ、実際はやっぱり 強者以外淘汰される形になってるな、みたいな。で、この強者以外淘汰される形っていうのを、当事者が強者じゃない場合ってすごい辛いことなまあ、それがその改革に耐えられないなんだけど。ただ、それを耐えられないんだったら淘汰されてってもらわないと、大きいクラブが損するからっていう。そういう話なんでしょうね。だから、手話部も頑張んなきゃいけないよな。いずれはこのね、全員に、あのー、毎月20万払うのは最低しなきゃいけないからね。うん 2024年度、えー、理念強化分配分金の支給対象候補クラブおよび2023、えー、年度まあまあ分配金っていうのがあって順位だけじゃなくてまあ去年もやってるんだけどそのファンの仕様でダゾンから分配するこれはまあ見られてる試合のところでその試合がまあたくさん見られてるクラブにお金行くべきだよねっていうやつなんですけどこれが町田が25位から4位まで上がってるっていうすごいよね。去年25位なんですよ で、去年の順位表ないかなと思って探したらあった。去年の順位だと、町田25位で。で、1位裏は2位マリノス、3位フロンターレだったのよ。で、それが今年は1位裏は2位、えー、鹿島、3位マリノス。その鹿島とかってそんなに調子いいイメージないけど、やっぱメディア戦略とかこの、ね、母体メルカリン変わってなんかいろいろね、 働きかかかけがあったりとかするのかねで町田はもうさ結果出しててなおかつもうサイバーエージェントっていうかアベマっていうかもう自分たちのメディアを持ってて、ね、僕みたいなインフルエンサーとかいろんな人にねあのこの働きかけというかコラボして、うん、そういう風に注目度を上げる方法っていうのを取ってるじゃないですかでフロンターレとかはちょっと不調になってますよね3位から6位になっちゃってみたいなこういうね ただ強いだけじゃなくて見られてるところに行くっていうのはすごくいいしそこでね街田がえげつない伸び方してるっていうまあでも J1 上がるとねこのヴェルディとかもね去年21位だったところから今年は、えー、ベェルディは15位に上がってるとファン増やすとお金増えるってのは当たり前のことなんだけど 普通にそれがちゃんと可視化できるシステムになってるとかいいなって話ですね。だから昨日友達、りょうちゃんっていうプロレス好きな友達と極楽女王の話するために寿司食ったんですけど。<laughs> いらない情報だよね、これは。あの、その時話したのが、あ、これプロレスとアマレスって、もともとアマレスって言葉できたのってプロレスからだよねっていう話になって。もともとはレスリングだったわけじゃん。で、プロレスとアマレスって何の違いでこれ、 プロはまあ分けてんだろうっていうので言うと、プロレスはお金取って興行として見せるからね。で、アマレスはお金取んない。で、プロレスの真剣勝負とか見た人は分かるだろうけど、大して盛り上がんないの正直。まあ、その、精算な結果になった時に、おいおい,おいってなるけど、試合自体で盛り上がるかっていうと、すごいざわつく、ひりつく、不穏な空気みたいな。エンタメとして面白いかっていうと、そういう感じになんないから。だから、アマレスだとお金取れないところを、そういうアマレス、 にない,ないエンタメ性をつけることによってお金取れるようになったみたいな。だからプロレスアーマレスっていうプロが上アマがしたってよりお金取るもの、お金取らないものみたいな。で、今さ、主要の選手とかってさ、プロ契約選手って言ってよ。まあお金払って、この人たちプロですよって言ってじゃん。でもうやってるのは社会人リーグだよねっていう。で、現にまあその J リーグとか放送されてるところ以外はまあアマチュアってことになるじゃん。だって、見る側がお金払ってないから。なんだけど、 シュアボってフルで試合見るのってレアー,ー確認でしょだからオンラインサロン入ってそこでお金払えばまあ分析目的で見れるわけよ。だから社会人サッカーの中で唯一試合を見るっていうことがお金をえ生み出すっていうコンテンツになってるっていう。だそのプロレスアーマレスでプロとアーマーの線引きは何かその競技を楽しむためにその競技をしている人間を楽しむために お金が必要っていうところを線引きにすると、あシュワボーはプロだねっていうので、なんで、シュワボーを選手に選んでほしい、まあ、ロジックとして、うん。お金もらえるってだけじゃなくて、お金払って見に来てる人たちがいるっていう。なんで、本気であの社会人サッカーをやってる選手たちあの、プロって名乗れる環境を用意してるんで、シュワボー来てください。<laughs> ぜひ、よろしくお願いします。 俺が俺信じてる俺が親るみんな絶対やれるよ最高よ <laughs> 選手が自分の最大能力を出せるような環境を作るそれをこれからやっていきます俺が自信を持って選んだメンバーこれだったら紹介します <laughs>